若い頃なんて失敗の連続だよ。生意気だったでしょ、金はないでしょ、ほんとどうしようと思ったもん。次の日が来るのが嫌で嫌でさ。でもさ、人生は一回きり、後悔だけはしちゃダメだよな。そうだろ、予防医学のアンファ。いいか若いの、いい年の取り方知ってたの俺がやってるよ。人間はな、みんな年取るんだ。それに指かいて待ってていいのか、悲しいだろ。一回きりの人生でしっかりやれよお前。分かってるか、予防医学のアンファ、未来を変えるんだよ。何度つまずいてもずっと立ち上がって心がお待ちください。もう無理と悲鳴を上げてこられた、思い出す思い出すよ、負けも負け君のことたけしさんの強さと面白さを、まあ、表現したいなというふうに思ってました。たけしさんにも若い頃悩みもあったし辛いこともあったと思うんで、まあ、そういうのをですね面白おかしく表現できたらいいなというふうに思ってました。そして僕はもう若い頃からずっとたけしさんと一緒に、まあ、仕事していたのでたけしさんのね、まあ、コメディアンの部分も分かっていたんでその部分が多分一番他の CM よりも表現できたんじゃないかと思っています。それと若くしても誰しも自分の中の将来に対する不安みたいなものもあると思うんですけども、そこをたけしさんがどのように、まあ、皆さんのアドバイザーになってこれまた表現しているのか、楽しんで CM 見てください。いい作品できたと思います。